デモクラシー・地域・ネットワークと題しまして社会学研究所宇野茂樹教授の講義を始めます。よろししくお願いいたします えと皆さんこんにちは社会科学研究所の宇野茂樹と申しますどうぞよろしくお願いいたしますあの私実はあの政治学勉強しておりますでまあ政治学という世界でもあのネットワークっていう言葉はよく使う言葉ではありますかといってあのじゃあネットワークっていうのは政治学にとってどういう意味があるんだろうかって考えるとちょっと難しいです正直一瞬私このテーマを私のところにあの 持ってきてききいいただいたただとに一瞬考えました何の話すればいいんだろうと思って困ったんですが私ツイッターですとかフェイスブックとかそういうことやってますので思わずそういうところでつぶやいたわけですネットワークって僕何の話をしたらいいだろうかって困ったなってしたらいきなりこうフェイスブックで書き込んでくる方いらっしゃるんですねあの皆様の,あの原発問題で まあ最近ちょっといろいろ心配されております浜岡原発活断層の上にあるということで非常にまあ注目されているところですけどあそこのすぐそばに牧之原市という市がありますあそこはあの市長さん西原さんっていうんですけれどもはあの、まあ、原発再稼働反対っていうことを割とはっきりてされて随分活発に行動されている市長さんですけれどもその西原さんが私のフェイスブックにいきなり書き込んでいらっしゃったんですね あなたと私が知り合いであるっていうのはネットワークじゃないかって確か僕どっかの講演会であの西原さんと一回ご一緒しただけです、えー、ですがある時にあのフェイスブックっていうのは皆さんご使用されてる方はよくお知りだと思いますけどお友達っていう,こう機能がありますある日突然こう「お友達になりませんか?」っていうふうに来るわけですである時にそのどっかの講演会でご一緒した西原さんからお友達リクエストっていうのが来たんですあらと思って。 原発反原発で忙しいはずなのになんでだろう僕のところに来たんだろうってでもまあせっかくですからお友達になってあのそれ以降こうつながりができたんですけれども、まあ、正直申し上げて私はツイッターとかフェイスブックといってもあまり使いこなしている人間ではなくてもう日々のほとんど愚痴を書いているようなもんです先ほど言ったようにあのネットワークで何の話をしようとか、えー、先月末なんかは私本当に。 スケジュール管理の悪い人間で締め切りがどん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 いくつも3つも4つも重なってもうダメだ破産宣告だどっかにもう逃げ出して旅に出たいって思わず書いたらフェイスブックには「いいね」っていうの機能がありまして人が書いたに対してこう「いいね」って押す欄があるんですそこにいきなりその西原市長が「いいね」って押してくれたんですでも正直言って僕もう破産します「もうダメです」「逃げます」っていうのに対して「いいね」って押されるとどういう意味だろうと。 あのぜひやっぱりもう逃げた方がいいっていうことでいいねなのかそれとも西原市長さんも同じような思いでいらっしゃるのかなとか思ったんですけれどもまあその西原さんがそう確かにそんな反原発で頑張ってる静岡の市長さんと私がこうやってなんかネットワークって語ってるっていうこと自身がネットワークだなってその時しみじみ思い出した本当に面白い社会になったと思います。 あの私、去年1年間朝日新聞で政治辞表という欄を担当いたしましたいろんな毎月いろんな方をお読み聞きしてこう対談をする企画だったんですがまあその時なんかもこうある回ですねあの大阪の方の,あの元気のいい市長さんいらっしゃいますねあの方についてこう一腐り二腐り悪口というわけではないんですけど批判的なことを書いたらもうその直後にツイッターであの市長さんも暇だなと思うんですけどあの。 自分を批判した記事に対していちいち文句言ってくるんですね、ツイッターでこの宇野さんっていう人は、なんか政治学を勉強してるらしいですけど、政治について全然分かってませんねって、縮小と思って <laughs> あ、でもこうやってなんかこう、橋本さんからこうリスポンスが返ってくるとこう、ますますこちらもファイトが湧いてくるというか、面白いなと思いました、ただこれでフェイスブックでお友達リクエストが橋本さんから来たらどうしようかなと思ってるんですけれども、その時はブロックしようかなと思って。 適度な緊張感を保ちながらやっってていこうと思っていま,すまあある意味でネットワークっていうのをそういう意味でこう日々実感する、まあ、政治なんかでも橋本さんなんかと今までだったら本当にこう新聞で対談するとか公式の場で会うしかなかったのが今やこうやってツイッターで畜生みたいなレベルのこうやり取りがこう日々なされてくる本当にそういう意味でまあこれがネットワーク時代の政治なんだなと思います。 とはいえネットワークというのは本当にある意味で捉えどころのない言葉です私政治学の中でも政治思想史歴史研究ですもともと歴史といってもまあ思想の歴史ですこういう人間はですねすぐにこう何かというと歴史的言を探したくなるんですねでネットワークについて調べましたネットワークって言葉自身は簡単ですネットっていう,こう網の目っていう言葉とワークっていうこの2つの言葉ですけど いつぐらいから使ってんのかなと思ったら「書出は1550年代です」ってほう1550年代なんでだろう,だろうまあ最初の用例はとにかく網の目状の糸や針金のことを指す言葉として使われたっていうんですのの目状の糸や針金まあ考えてみるとこの時代というのは要するにイギリスのフランシス・ベーコンっていう人ですね。 政治家でもありました思想家でもありました科学の方でも自然科学の方でも大きな達成をした人ですあのー、よく卒業式で校長先生とかがよく言う「知は力ない」ってありますねあの言葉を言ったのもこの人だと言っています、まあ、要するに人間の知識っていうのは社会を変える力になるっていうまあ要するに自然科学イギリスの経験論的な自然科学の元祖みたいな人ですけど彼はこの時代の人ですだからまあそういう フランシスベーコンみたいなああいうこう自然科学が台頭してくる時代に。ネットワークっていう言葉は最初に生まれたんだなということはわかります。語源的にさらに調べていきますと。ええー、千八百三十九年。に初出だと言うんですけれども。複雑で。相互に連動するシステム。という意味で使われるようになったと言います。何を念頭に置いているかっていうと。川とか運河。 鉄道だそうです要するに川とか運河とかをこう複雑なのをこうつなぎ合わせていく、まあ、鉄道なんで一番いい例ですねこれに「ネットワーク」っていう言葉が使われたそうですこれが1839年だそうですでこれはやっぱり蒸気機関ですね蒸気機関車あるいは蒸気船ああいったものがこうどん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 つながってくるようになってくる。 そこでこでのネットワークということは再び浮上してくるわけですね。だから蒸気機関だそうかネットワークっていうのは蒸気機関とともに1839年ちなみにあのジョージ・スティーブンソンがあのロコモーション号っていうあの蒸気機関車を作ったのが1825年です。ですからまあまさに蒸気機関車の時代にネットワークという言葉は新たな意味合いを持ってきました。 さらに辞書をこう開いていきますと1914年が初出なんですが複合的な伝達装置による放送システム複合的な伝達装置に基づく放送システムまあそういうと難しいですけれども要するにラジオです。ラジオのまあえっと、最初のラジオ放送を行われたのは1906年でありますから、まあ、ほぼこれに合わせてであります。 要するにラジオっていう、まあ、メディア伝達装置が発達あの生まれた結果ものすごい今までの遠くに離れてる人に音声で情報が伝えられるようになったわけですこれと同時にまあネットワークっていうとこう放送ですとかこうメディアと結びついた形で使われるこれが年以降であります先ほど江川理事の話もありましたけど、まあ、人のつながりネットワークってやはりよく使いますが。 ここままでではは人のつながりではネットワークという言い方はしません我々すぐにネットワークってもごくごくは簡単に使いますけどネットワークっていうのはこの時代までは人間のネットワークって言い方はあまりしてなかったいつから人間をつなぐネットワークって言い方があるのかなと思ったら1947年だそうです1947年から相互に結びついた人々っていう意味でネットワークって言葉を使われるようになりましたようやくこの時期から人ですね でこれは何でしょう1947年っていうと一体これは何だろうと思うんですが想像するにやはりこれは戦争ですね第二次世界大戦でさらに第二次世界大戦後アメリカはいろんな形でこう軍事をはじめとするいろんな技術の研究をしまして、まあ、インターネットなんていうのももともとは軍事技術から。 始まってますけれども、アメリカはむしろこの冷戦に向かう中で、いろいろなこういうあのまあ社会をこういろんなことで繋いでいくようなシステムっていうのをいろいろ考えるようになります。ノーバートウィーナーなんかのサイバネティクス理論とか、いろいろなシステム論がこう発達するのもこの時期です。いろんな形で新しいこう情報技術を使いながら人々をこう繋いでいくっていうのが1947年以降使われるようになり、そして今日。 我々は当たり前のようにネットワークという言葉を使うようになりました。特に多分今回こういうふうにテーマとして設定されたのはインターネットです。インターネットに基づく新しいこうつながりができた中で、改めてネットワークという言葉が脚光を浴びるようになりました。そういう時代にまあネットワークというのをどう考えるかというのがまあ私たちに与えられたテーマであります。 ちなみにあの私誠実創士特ビルっていう人をもともと研究してまいりましたでもあのこちら東大に来てからはあの社会科学研究所ってこのそばにありますあのよく、えー、東大の合格入試発表ありますねテレビでよくあの3月過ぎぐらいに放送やってみんなでわーとか言ってこう「おめでとう」なんて言って。 あの合格者をこう上げてますね、まあ、その初一行の方では悲しそうな顔をしてる学生さんもたくさんいるわけですけれどもあのまあ残酷なシーン全国放送されますがあれはいつも車検の前でやってますです,ですから皆さん今後テレビで見られてわってやってる時に建物もちらっと見てくださいあれがあの社会科学研究所といいますあの残念ながらあまり東大の外では知名度は高くありませんで社会学研究所になったりいろいろこう名前が変わっちゃうんですけど社会科学研究所というところがあります ここあの私のように政治学者もおりますし経済学者もいますし社会学者もいますこのメンバーでいろんなこう共同研究をやるのがあの我々の研究所の使命なんですが私なんかも加わって非常にここ10年ぐらいまあ5年10年とこうやってきてるのが希望学というテーマであります希望学希望がありますかってあの希望です、えー、希望の社会科学 っていう研究テーマでやってきましたあのなんか希望の社会科学なんて言いますとちょっと怪しげな響きがありますあの幸福のなんとか科学っていうあの宗教団体もございましたけれどもなんか希望の社会科学っていうとなんとか似てるなっていう意地悪なことをおっしゃる方もいらっしゃいましたけれども我々社会科学者が希望っていう問題を考えるようっていうテーマで 2009年には希望学っていうことで4巻本の本もまあ一応出してるんですけれどもその中でやっぱり我々非常に重点を置いたのは、まあ、こう言ってはあれですけれどもあのまずは希望今日本社会でないかっていうと、まあ、若者に希望がないんじゃないかっていう話はまあよくしますね。それから 高齢者の皆さん、今日見ますとやっぱりあのエルダーの大ベテランの方々がたくさんいらっしゃいますけれどもに希望があるかどうかなんていうのもやっぱり気になりますしあと地地方、地域社会にに希望がああるかいいうのはす、まあ、すぐに思いつくテーマでありままりそれで私どもはやっぱり地方地域社会へ希望があるかどうかっていうことをずっとまあ一つ大きな柱にしまして。 あの岩手県に釜石市というのがあります昔あの新日鉄釜石ラグビー強かったですねあの製鉄の町ですあそことご縁がありまして釜石の町でずっと地域調査をやってまいりましたでまあある意味失礼な話ですね釜石に希望があるのか地方に希望があるのかでもあの本当に釜石の皆さんいい人たちで我々が行った時もあの ぜひ我々と一緒に考えようって言っってくださったんですあの最初にこういう、まあ、イベントをやって希望学をやりますって言ったときに釜石の方がたまたまいらっしゃってだったらうちの町でこう希望について一緒に考えようっていうことで釜石市にずっとお世話になってきました釜石っていうのは本当に厳しい町です皆さんご存知の通り製鉄の町として本当に日本の近代化を支えた町ですが。 多くの方皆さんご存知と思いますけれどもあの釜石といえば香炉の町なんですけど今香炉にはもう火はともっておりませんもう製鉄はやめてしまったんですもう89年の段階で終了しております今は部分的に、まあ、鉄をいじって洗剤という細い加工だけはやっておりますけれども香炉、まあの火は消えてしまったわけですある意味で日本社会がまだバブルっていってる時にあそこはもうすでに 路が消えててしまっている、まあ、それ以前のまあ日本経済がバブルに向かう時点でもすでにあそこは規模をどん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 縮小してってそういう意味でこう日本社会がまだ浮かかかれれている時期から厳しい状況に置かれた街です、まあ今希望がない希望がないってよく言いますけれどもそれのまあ,ある意味で言うと先駆者でありますところが不思議なんですけど釜石って街じゃ希望がない街かっていうとそんなことは決してありません。 一番主力である新鉄がもはやほとんど主力を移してしまった要するに移してしまったそういう意味で雇用はなくなったにもかかわらず釜石という町はもちろん高齢化は進んでます人口も減少してます一時期の半分以下ですにもかかわらず意外なんですけれども工業出荷額要するに製造業の出荷額はある時期から回復しだしていくんですそして今や実は ピーク時、平日が一番活発だった時よりも工業史化学は釜石多いんです意外だ釜石は何でそういうふうに復活の芽があるんだろうかこれが面白いっていうことで我々一生懸命夢中になって釜石で研究してまいりましたそして釜石の素晴らしい部分を私たちに発見してきて先ほど申し上げましたけど2009年には「希望学」っていう本を書きまして 釜石っていうのは非常にこういまだに決して楽観できる状況ではないけれどもこんないい点があるこれは絶対日本社会全体にとっても参考になるってことを書いたんですがまあご存知の通り昨年の3.11で本当に大きいダメージを受けてしまいました我々が希望の種と申し上げたような人々組織が本当にもう壊滅的なダメージを受けてしまいましたもう本当に我々としてみるとショックでだからもう希望学 悪い冗談にななっってしまったんじゃないかっていうですから我々また去年から3.11以降規模あの釜石に通い出しましてこの1年間も私、まあ、56回釜石に行きまして本当に釜石で希望が復活するか我々は今後も一緒に何も役にも立ちませんけれども一緒に釜石の皆さんと考えていこうということでまたプロジェクトを再開したばかりですがまずお話したいのはその先ほど言ったように工業出荷額がなぜ復活したのか。 って話をちょっとしたいんです。それが実を言うと。この先ほどから言っているネットワークに鍵があったというのが我々の結論でした。一体じゃあ新日鉄みたいな大きな大企業がなくなったのに、なんでじゃあ工業出荷額が高いかっていうと。小さな中小企業が頑張ってるからであります。で中小企業ってどういう企業かっていうと、こう一個一個やってってみると。ある特定のパターンが見つかるんです。 もともとは新日鉄釜石の下請けをやっていた会社がたくさんありますでそういうところは当然新日鉄自身が規模を縮小してしまったために当然苦しくなりますでもみんなもうダメになりかかってると想像しますところがそうでもないんです大体いつもあるパターンはその中小企業の息子さんですね大体こう大学は仙台に行ったり東京行ったりしますで もう親父のいる釜石の会社は嫌だなって言って大体東京とか仙台で就職しますいろんなところに就職してメーカーとか行ったりいろんなところに行って経験積まれますでもある時期にお父さんからこうヘルプコールが来るんですねもううちお前帰ってこないんだったらもううちのこの企業を畳むしかないっていう時にみんな考えるんですねどうしようって帰ろうかなやめようかなどうしようかなでいやって結局帰ってきた人が多いんです でも帰ってきたんだけど父親の持っている技術とか機械とかっていうのはあくまで新日鉄向けのものであってまあほかにちょっとどうやっていいのかわからないみんな帰った時に途方に暮れるだたって言うんですこの機械工場働いてる職人さんこれ抱えて一体どうしたらいいんだろうってそういう時に皆さん大体揃って言うのはそれまで例えば東京なり仙台なりで会社勤めしていた時に 当然いろろんなところにこう行くわけですねその時にいろんな人のつながりがあるネットワークがあるそれをなんとか持ち込みたいで今だったら新日鉄に買ってもらってたのを例えば大阪であるとか東京であるとか全然違う地方のいろんなところにある需要に合わせて自分たちの持ってた技術をなんとかこうつなげられないか。 ま血の滲むような努力ですそんなにこう技術の転用って優しくありませんただ新日鉄によって培われた釜石には技術の蓄積があったんですねそれをその息子たち娘たちが日本中で獲得した自分たちの新しい人間関係新しい販路これと結びつけたときに活路が見出せるようになったっていうのは本当に皆さんが決まっていることです 要するに外で得られたネットワークを持ってきて自分たちの技術と結びつけたこれが本当に鍵だったってことをすごく言うんですね逆に誘致企業も本当に随分たくさんたくさんあのその吉役所の課長さんよく知ってるんですけどもう東京に必死に来てでもどこももう構えしその遠くのに企業なんか移転できないよって言われてこのいつも三四郎池じゃなかったその上野の忍ばずの池の周りをぐる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 回ってどうしようどうしようって考えたってその課長さん言ってましたけど。 何,十社何百社と声かけてで結局来てくれたのは本当に数十社でそのうち半分ぐらいはたちまち消えちゃったそうです結局根、ね、が下ろせなかったただどういうところが釜石で根を下りたかというと釜石で新しい人間関係釜石にいる技術者とつながることによってある種のこう蓄積技術のこう連携ですねそれによって釜石で 新しいその企業、まあ、産業集積ですねお互いに似たようなテクニックを持っている人同士でつながっていくことによって釜石に根を下ろした企業は成功する結局30社ぐらいが来てくれて15社が残ったってでその残った15社は今回の震災でも決して逃げないもう釜石で下ろした根をもう一回続けるんだって頑張ってくれてるっていうそれはよそから来た企業が釜石の内部でネットワークを作れたところは残ってくれる。 それだけではありません技術あの例えば製造業だけじゃなくて例えば魚ですね魚なんてあそこたくさん取れます本当にいい魚をところがある社長さんはもう魚だって全然売れなくなってきてるどうするかっていう時にその人はたまたまこう営業職商社の営業をやっててあの通販っていうのが非常に得意だったっていうことであそこのかましで取れた魚を調理してサバの水煮とかおいしいのを作ってそれを一人一人で食べれるようにパッケージして全国通販をすることによって大成功した会社もあります。 ここも今回の地震災で本当にひどいダメージを受けましたけどいち早く創業を再開してますむしろあの規模を拡大しているぐらいですだこういうのを見ると要するにあの地域の社会地域の企業って内と外とネットワークを巧みに築いたところは生き残れるでその時に今までだったらこう結びつかなかったようなものを結びつけたときに 新しい可能性が生まれるこれが決まって皆さんおっしゃることであってそうか地域の希望ってネットワークと絶対に結びつきがあるんだこれをまあずっと我々は議論してまいりましたで我々のリーダーはあの労働経済学をやっております源田有二というものであります。えー、ニート っていう言葉を日本で流行らせた人としてよく知られておりますあのニートっという言葉はもともとはイギリスでできた統計用語ではありまして教育も今受けてないとで失業していて就職,職にもないとでトレーニングを受けてない Not in education employment and training という純粋に社会学的な統計用語ですがそれをまあ現代うちの源田がまあこう日本で紹介したためにちょっと不思議に流行っちゃったんですね。 意味がどん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 拡張して皆さん今どうですニートっていうとうちの息子ニートになるんじゃないかしらとかうちの孫ニートになっちゃうんじゃないかって言い方しますねなんかなんか引きこもりみたいなニュアンスでニートっていう言葉を使うようにいやいやあれは意味の拡張ですねまあそれはでも流行ったんですちなみにあの我々の研究所っていうのは人騒がせな研究所でありましてその源田裕二というのがニートっていう言葉を日本で紹介し本を書いて流行らせたんですが 今は教育学部に移ってしまったんですけれども我々いた当時には本田由紀さんっていうのも我々のメンバーでしたんですけど彼女はニートって言うなって本を書いたんです。あのニートなんて言うからこうむしろ差別するようことになるっていうこうすごく批判しているあの要するに我が研究所というのはニートという言葉を流行らせると同時にニート批判でもまあ一とけしたと言いましょうか こういうのをまあマッチポンプとまあ言うのかもしれませんけれどもうちの研究所っていうのはなんかいかにこうバラエティーのある人が集まってていかに世の中をこう逃げ出してるというか騒がしてるかという感じでありますけどニートっていうのを一方で言ってニートって言うなって本でまあ話題を取ったのが我が研究所でありますがそのニートの方の現田裕二をまあリーダーに記号学ってやってきましたでこの現田裕二が、まあ、私ずっと一緒にこうあちこち行って回ったんですけど よくいろんなところに行って、まあ、地方のでお話しているときに聴衆の皆さんにとってこう割とこうそうだなって言ってくださる一つのテーマがありましたそれは何かっていいますと、まあ、この現代友人の持ちネタでありますけどもあのネタっていうと起こるんですけれども、まあ、彼がどう言ってもまあう話題なんですけどウィークタイズウィークってあの弱いですねタイはこれですネクタイのタイです ウィークタイズ弱い結びつきっていう言葉です。でこれ実はあの彼らの実はもとがありまして、ね、ネタのネタ元がありましてアメリカで社会学で出てきた概念なんですけど The Strengths of Weak Ties っていうそういう議論があります。変な言い方ですストレングス強さオブウィーク弱い ties 結びつき弱い結びつきの強さ 面白い言い方ですね弱い結びつきの強さ The strength of weak ties というそういう理論があるんですどういう意味だと思いますか Weak ties 弱い結びつきが実は強いんだっていう面白い理屈なんですけどどういう理屈だと思いますか弱い結びつきが実は強いんだってこれをもともと言い出したのはアメリカの社会学者のマーク・グラノベッターっていう人であります でこの人は何でこんな話をしたかっていうとあの人があの失業した時に再就職する時にこウィークタイズが効く何だ,だろうウィーク・タイズがその人が失業した時に再就職に効くってどういう意味だろうって皆さん思われると思うんですけど失業すると皆さん困りますね本当にどうしたらいいんだろうっていろんなところに。 まあ前のつて会社のつてだとか親戚とかいろんな人に紹介してもらったりしてこう一生懸命再就職しようと努力しますけどまあ厳しい経済状況だとなかなか再就職ってうまくいきませんそんな時に思いがけずチャンスをもたらしてくれるのはストロングタイズつまり家族でありますとか親戚であるとか親友こういうのはストロングタイズです本当に強い結びつきではなくて どういう意味かっていうとそうですね昔のまあ学校の同級生だとかふるさとが一緒でもいいですけどまあ年に1回ぐらいあるいはまあ数年に1回ぐらいしか会わないけどまあでも縁が切れないで残っているそれこそ僕の先ほどの,あの、えー、牧之原の市長さんじゃないですけれどもあのたまたまちょっとどっかで会ったぐらい。 でもフェイスブックなんかあったおかげでまあ何かは知らないけど切れずにつながりが残ってるってこういうのをウィークタイズっていうんですもちろん血縁ほど強くない親戚でもない親友でもない会社の同僚でもない月商売で取引あった人でもないもっと弱い関係です多分本当に本当に1年に1回会うかどうかぐらいそういう人が思いがけない情報をもたらしてくれる あるいはあの単にこう喋って「今失業してるんだよ困ったなどうしよう」って時に「最近こんな話聞いたよ」ってチラっと言ってくれる、まあ、大半は関係ないです何の役にも立ちませんけどそういう時にこうたまに会った人と喋ってる時に「あそういう可能性もあるか」え「えそんな話もあるの?」なんていうのがひょっこり会うことがあるっていうことをこのマーク・グラノベッターって人は実証的に調べたんです証明したんです。 要するに再就職に成功している人っていうのはこのウィークタイズを幅広く持っている人が再就職のチャンスをより多く得ているっていうこれをストレングス・オブ・ウィーク・タイズっていう理論として紹介したのがこのグラノ・ペッターであります。弱いい結びつきが実は強いこれをまた現代ユ二っていう人は我々の仲間の現代は日本でもこう紹介して。 まあこれをある程度一般化したんですね先ほどの釜石でもないですけれども釜石で今までは新日鉄だけやってきたわけです。それだけでも本当に煮詰まってその新日鉄がなくなっちゃったらもうどうにもならないと思っていたのが一回はもう釜石なんか俺嫌だっつって東京に行った息子がたまたま就職してたまたま出会った取引先とその人が結局釜石に帰って。 自分の親のやせた会社の技術と見たときにこれとこれってひょっとしたらマッチングできるじゃんって思ったのがさっき言ったように釜石で成功したところ復活したところってみんなそうなんです。これは何かをやっっぱ意味しててると思うんでです日本社会って多分今まで まあ会社なんていうのは本当にまあ,あの会社人間なんて言い方もありますけど一生涯こう会社の中にこうとかあるいは取引先とすごい濃い人間関係を持ちますで地域でももともとはこう地域社会ってすっごい強い結びつきがあった日本社会の強さって多分ストロングタイズそれも決戦だけじゃなくて例えば地域だとか会社だとかこういうところで非常に強いストロングタイズを築いて密な人間関係 それによってこう日本社会っていうのは例えば会社っていうのも欧米の会社なんかと全然違うぐらいこうある種の組織としてのまとまりがあったわけです地域社会もあの必ずしも血縁でない同志が村を作り町を作ってそこで非常に強い濃厚な結びつきを作って日本社会っていうのはこれまで頑張ってきましたただまあはっきりしてるのは今や日本のそういった地域社会も本当にこう空洞化が進んでいる。 かつてあった強い結びつきっていうのはどんどん薄くなっていってしまってるでかあの日本世界に話題感たる日本株式会社と言われた日本企業も今やなかなか難しい状況になってきてますそういう意味であのストロングタイズだけではやっぱりやっていけない今こそある意味で言うとウィークタイズ今までの狭い範囲でのこう密な人間関係ではなくて 遠くにある人との弱いかもしれないけれどもどっかでつながっている人との,この情報のやり取り議論アイディアの交換そのネットワークこそが釜石のような地域社会も今やこう最後のこう道筋希望の道になっているこれは多分日本社会全般にとっても何かを示唆してるんじゃないでしょうか。 私は正直申し上げて日本型の組織が全部もう今後ダメになるとは思いません日本型のやはりこう密な人間関係長い時間をかけて築き,き上げた、えー、連帯団結心こういったものは絶対に今後も日本社会の組織の強さとしては残ると思いますがそれだけだと今の時代むしろ閉鎖性とかにつながっていく新たな可能性が出てこない思考が固定化してしまうという時代にこのウィークタイズの広がりこのネットワーク というのががじじりりく多分そこに大きな可能性があるんじゃないかそういう意味でこう日本の今までの強さを支えたこう地域コミュニティ会社のようなこう密な組織じゃなくて広がっていくウィークタイズにも届くネットワークこれこそが何かのまあ地域社会に限らず日本社会全般の一つの鍵がそこにあるんじゃないかと。 いうふうふにわれわれは学びましたちょっと話題をもう一個転換ささせてください我々その先ほど言ったように希望学っていうのは一応2009年に本を出して一応終わったということにしました、まあ、それがその震災が起きてもう一回やるってこといううになったんですけれどもその一応2009年に出したということで一段落つけまして今我々社会科学研究所は今何やってるかっていうと今度はガバナンスっていうテーマで研究を進めております 特に私はその中のローカルガバナンス班という班に属して研究してます、まあ、多分ガバナンスっていう言葉は皆さんよく耳にされると思いますね最近よく会社なんかで企業統治ってことでコーポレートガバナンスっていう言葉よく耳にされると思います現行あれの中にはコーポレートガバナンス研究班もあるんですけど私はローカルガバナンスっていうのをまあ研究しておりますちなみにそのこの間までガバメントっていう言葉をよく聞きましたね政府 それに対して今「ガバナンス」っていう言葉がこう浮上してきてるけれども何が違うんですかねガバメントとガバナンスってどこが違うと思いますガバメントガバメントっていうのは辞書を引きますと政府とかまあ統治って書いてありますしかし現代語ではガバナンスっていうのをガバメントとは違う意味で使うようになってきてるんですねもちろん先ほど言ったように企業統治なんて訳した場合ガバメントなのかガバナンスなのか分かりませんけど ガバナンスという言葉が今時代のキーワーワドとししてて浮上してますガバナンスって何だろう、まあよくね民主党はガバナンスが足りないとか何とか言ってますねまあ確かに民主党むちゃくちゃでぐちゃぐちゃで、ね、あれ見てるとガバナンスがうまくいってないなって言い方よくしますけどガバナンスって何だろうって思いますよねガバメントとどこが違うんだろうってまあある程度比喩的な言い方になりますけれどもガーメントっていうのはやっぱり 昔のそれを政府でではないすすけど統治する上が下を命令して最終的には強制して従わせる、まあ、ガーメントっていう言葉には本来そういうニュアンスがあります縦にこう命令や強制によって物事を動かしていくってそれに対してまあガバナンスっていうのはどちらかというと横のつながりですね 必ずしも命令や強制、あるいはそのヒエラルキーと呼ばれるようなこう上下関係じゃなくってある程度こう大抵の人間同士がお互いに連携しながら協力しながらしかしその中にある種のルールがあってお互いをこう起立して秩序づけをして物事を動かしていく今もの地方の自治体なんかに行くと必ず出てくるのは共同住民との共同共に働くっていうんで共同って言い方をよくしますね 昔だったらあの、まあ、県庁なんていうのは結構大変な組織でした、まあ、今でも県庁組織の方がいらっしゃったらまずいですけど、まあ、なかなかこう権威主義的なところはありましたしかしもう今どこの自治体関係者もまあ言うのは住民との共同、まあ、あれは半分ぐらいは単なるキャッチフレーズですけれども半分ぐらいは本当だと思うんですつまりもう県庁とか行政だけではいろんなことできなくなっているいろんな市民団体ですとか NPO でありますとかそういったところの力を借りないとやっていけなくなってくる そういうい今までのこう狭い意味での行政関係者じゃなくていろんな行政の外にいる組織の力を借りながらネットワークを作りながら行政のニーズに応えていくこういうのをよくまあローカルガバナンスということでまあ最近よく強調するようになったんです別に必ずしも上下関係ではない命令ではないお互いにまあ,ある意味で言うとネットワークを作った同士が協力したり 協力ばっかりでないですねある程度こう競争したり競合したりもしながらもお互いにチェックをして最終的に秩序を作っていくこういうイメージがまあ今ガバナメントからガバナンスへっていうふうにまあキーワードのようによく言われるわけですまああの、えー、我が家のガバナンスなんていうのをまあ考えてみると言えるなという、まあ、うちなんか私のうちなんかはもうとてもガオメントという感じではありませんで昔だったら えー、俺は一家の主人だ、俺がみんな仕切るのだ、んーみんな言うこと聞けなんていうふうに、この中の中にはそういう権威を持ってらっしゃる方もまだいらっしゃると思いますけれども、私なんざもう権威を減ったくれもありませんので、もうほとんど最初からガバナンス状態でありまして、えー、今日なんかもこう土曜日っていうのは、子供が学校がないから、いろいろ家にいたり、いろいろ野球チームに行くから、野球のなんかや手伝わなきゃいけないんで、もううちはもうバタバタなんです。 ですからもうこの時間帯にこう今日僕仕事だからなんて言ってくるとこう割と家庭内では割と冷たい目で見られまして中でだからその部分をなんとかこう取り返すべく今日は僕午前中は一生懸命息子の社会科のずっと相手をやってまいりましたでそれなりにこう自分は家の中で役割を果たしてるんだっていうのを示してこう家庭内におけるこう秩序形成あのもうみんなもう嫌だと私たち勝手にやるってなっちゃうとガバナンス崩壊でありますからお互いに少しずつこう取引をしながら。 バーゲニングをしながら家庭のいろいろな役割をこうお互いにやっていくっていうえ何とか今のところ我が家のガバナンスは何とか維持されていますけれどもまあプレー我々一人でもそういう時にちゃんとこうやらないとガバナンスって崩れちゃうわけですね強制じゃないんです最後はこう権威で上から言うこと聞けっていうのはなしである意味で言うとお互いにこう協力するある意味でお互いに自分のこうゲームのプレーをするわけですね。 ルルールがあるで自分はみんなそれぞれ自分はあのその中で自分の言いたいことやりたいことを言っていくだけどその中でこう取引をしていってこうお互いの中でこう最終的にはチェックお互いのチェックがお互いがちゃんと自分の,あの家庭内の役割を果たすように持っていく、うん、本当に、うん、我が家のガバナンスをいかに保つかっていうのが、えー、私の今のところとりあえず、えー、本当に重要なテーマでありますけれどもガバメントだったら楽だなと思うんですね。 上からこうだ家の中のヒエラルキー改装秩序上ってのがあるんだお父さんは偉いんだなんで一度でいいから言ってみたいなと思うんですけれどもまあ我が家はもう事前に最初からガバナンスでしたから、まあ、ようやく行政も地方自治もなんとなくガバナンス我が家に追いついてきたなっていう、まあ、そういう感じなんですけれどもまあこういう意味でガバナンスっていうのがこう一種のこうキーワードとして浮上してまいりました。 でこのやっぱりガバナンスって重要なのはお互いがこうそれぞれ、まあ、プレイヤーとしているわけです一種のゲームですからでその間のこうネットワークを作った人々がお互いにゲームのプレーをするその単位に問題なのは共生は使えないために一種のこう信頼関係がなきゃいけないみんながそれぞれ自分のルールを守ってある種の役割を果たしているっていう、まあ、一種の信頼関係がなきゃいけない。 社会科学で今信頼ということも非常にに重要になってきましたトラスト」っていう言葉ですね「信頼」っていうのが非常にこうキーワードになってまいりましたフランシス・福山って皆さんご存知でしょうかあの冷戦終演ソ連崩壊の時に「歴史の終演」っていう有名な本を書いた人ですね日系のまあアメリカの外交官であり哲学者だったわけですけれども フランシスコヤマはあの冷戦終演時に歴史はもうこれで終わったんだっていう歴史の終演という有名な議論をしましたが彼はその後トラストっていう言葉の本を書いてます信頼って面白いなと思うんです要するに冷戦終演でもう歴史は終わったっていう人が次のテーマにしたのが信頼だったんです何かっていうとこれからはもう自由,自由主義経済か社会主義経済かじゃなくてある社会の中にある地域の中にどれぐらいこの信頼 トトラストの構造があるかつまり歴史的に形成されたその地域社会の人たちのこうネットワーク協力関係こういったものがトラストがあるところの地域というのは資本主義もうまくいくし民主主義もうまくいくこれがないところっていうのは本当に何をやってもうまくいかないソーシャルキャピタルっていう言葉も流行りだしましたねあの冷戦終焉後ソーシャルキャピタルって何かっていうと社会関係資本なんて 難しい訳しますけれども、あれは人間関係とか社会関係っていうのが一つのこう資本としてある。これからの社会を形成するときに何が重要かというと、お互いの間、人間の間のこう一緒に何かを地域社会で例えばまあ一緒に地域の自治をやっていくとか、一緒に何かの活動をしていくときにネットワークがあるってこと。これがものを言うようになる。ソーシャルあるだからすごくソーシャルキャピタルのある人、そう,う社会的なネットワークのある人と。 ない人の差がだんだん物を言うようになる。あるいはある地域はいろんなこう伝統的な自治会があったり NPO があったりしてこうお互い人間関係つながるようなところはその地域は強いソーシャルキャピタルがあるこういう言い方をするようにまあだんだんなってきたわけであります。これもまあ,ある意味で言うと我々にとってなかなか重要なテーマだと思います。今まではそれこそ日本人にとっては 地域社会もありましたし、まあ、あの会社とかはじめするこう仕事の上での人間関係でて確固としてありましたそれが今薄くなりつつありますねその時にどういう方向に関係があるか仕事とかの以外の場所でどれだけ普段からこう地域の人と一緒に話したりする場があるか一緒の趣味の場で何か一緒に行動するような人間関係がどれだけあるかこういったものがだんだんものを言うようになってきました ソーシャルキャピタルのあるところでしたらそういう地域だったりあるいは人だったらいろんなことをする可能性がありますけどソーシャルキャピタルのない人あるいはそういうの薄い地域でそれこそ企業活動なんかが停滞しますとありとあらゆる人間関係がなくなってしまう何かをしようとしても何もできなくなっていってしまう今日もどちらかというと数的には男性の方の方が多いと思うんですけれども。 私なんとも本当にちょっと自分自身にじくじたるものがあるんですがあのやっぱり私の人間関係ってやっぱ仕事の上の人間関係が多くってうちの妻なんかの方がよっぽど地域のネットワークがあってあの近所のお母さん同士でいろいろ仲良くやったりしますけど別に僕なんかはあの休みの日だってなかなかこう地域の人と一緒に何かやるっていう雰囲気は全くありませんそういう意味でうちの妻の方がソーシャルキャピタルあるなぁなんて思ったりもするんですけれども。 まあそういう意味でこ,うこれからソーシャルキャピタルっていうのをまあ個人としても作んなきゃ持たなきゃいけないし社会としてもやっぱりソーシャルキャピタルがある社会とない社会っていうのは全然違ってくる多分民主主義のううまくいくくいいかかどうかもだいぶ違ってくるそういうまあかつてのようにこう行政がしっかりしていて企業がしっかりしていてそういうもののこう,こうシステムがはっきりしている時代だったら多分あんまりそういう,こうネットワークって。 浮上ししてこなななかかかっったた重要じゃなかったかもしれないそれが今や変わってきているそういうガバナンスゃないとかこのソーシャルキャピタルというようなこう薄くて広くてかつ横のネットワークこれがどれだけあるかこれが多分ものすごく、まあ、ある社会ある地域ある個人の、まあ、今後のこう可能性を決定してくるようになってきてるなということを 日々強く感じておりますしかしそういう意味で言うとこうデモクラシーっていう問題と最近だからそういう,こうネットワークっていう問題がどん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 こう結びつきが強くなってきてるんですけれども逆にこれはデモクラシーっていう問題は難しくする可能性もあります。と言いますのはデモクラシーっていうのはあるメンバーがいてそのメンバー同士でこう話し合って決めるっていう意味でこうメンバーがかっちり固まっていて。 団結が硬い方が、まあ、ある意味でデモクラシーってやりやすいってイメージがありますけれども今の時代っていうのはある意味で言うとそのメンバーが誰かがだん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 こう境界線がはっきりしなくなってきたいろんなところでいろんな人がつながりを持つようになってきたそういう中でこうデモクラシーをやっていくっていうのはある意味で言うと難しい側面もあります例えばさっき言った原発問題なんかっていうのも原発再開をするってことを民主主義で決定しようっていったって 原発の立地している地域だけで議論するとなかなかやっぱりうまくいきません結局原発が事故を起きればその影響を受けるのはいろんなところにいる人たちでありますでも例えば原発再開するという時に原発の事故の影響を受けるけれどもでもあの原発を再開するかどうかの意思決定にはなかなかこう関与できない人ってたくさんいますそういう意味でこう今の時代っていうのは影響ってどん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 ネットワークで広がっていくある問題を決定するときにはその関係者っていうのはいろんなところに思いがけないところに人はつながっています そういう人たちが本当は意思決定に加わらなきゃいけないんだけれども現実の民主主義制度っていうのは結構窮屈でしてやっぱり地域の行政の地域割りっていうのははっきりしていてそれを超えたりするとなかなか意思決定に参加できない皆さんで時々思うんじゃないでしょうかうーん自分は今東京に住んでいる神奈川に住んでるけれども自分のふるさとでのなんかこう環境開発の問題に関して意思決定に投票したいななんて思う時もあるかもしれません。 全然違うところだけれども非常に自分の関心のあるそこの、まあ、もし原発について住民投票するってなったらそこに投票したいなと思うかもしれないけどなかなかそれには投票できなかったりする現実の民主主義っていうのはなかなかどうしてもこう今みたいにこうネットワークのように広がっちゃった時代にはいろんなところに人間関係つながっていどそこの意思決定にこう加わるというのは決してハードルの低いことではありません。でもこれからののデモクラシーっていうのは 今までみたいにこう領土とか市役所とかあの市の行政のこう境界線だけを考えているとダメですいろんなところでいろんな人がつながっているしいろんなところでいろんな問題を共有してるんです我々はそういう人たちがつながってって一つの意思決定をするインターネットがそれを可能にするっていう人がいますわかりませんど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 んいろんな人が加わってくるとそもそも誰が意思決定に関与するべき人かメンバーの確定すらできないかもしれない その中でどうや全てをこう日々の,あの人気投票でやるのがいいのかって言われるとそれも違うっていう気がする、まあ、ある意味で我々の本当に今どんどんネットワークなしにはやっていけないどんどん広がるネットワークっていうのは大切だしかし民主主義っていう時にこんなものを決定する時にこうどんどん広がっていくでどこに誰がつながってるかわからないっていうのは民主主義の可能性をすごい広げるかもしれないし民主主義をすごく難しくするかもしれない。 あれはだから今後こうやみでメンバーが完全に固定されてないオープンなネットワークにひらが開かれた人間が一緒にものを決めていくっていうそういうデモクラシーの仕組みをどうやったら考えていったらいいのかこれをまあ本当に我々政治学者は今一生懸命考えているところでありますネットワーク時代のデモクラシーをどうやったらいいんだろうかってただ最後に結論して言いますと私は基本的に。 ネットワークとということに関ししてては大変楽観しております希望学っていう調査で構えしに行って私たちはネットワークの重要性を知りましたやっぱり希望について考えてたらネットワークにたどり着いたって決して偶然では僕ないと思うんです。人間どうやったら希望って持てるかっていうときにそれこそ本当に自分の中に閉じこもって「どうしよううーん」ってなってると希望なんて本当に湧いてきません。 ある意味でこう視野が狭くなっていってその中でぐる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 自己回転して自分の中に閉じこもっちゃうと希望って全く消えてしまいますところが我々がふっとなんか希望を感じる時っていうのは今まで考えたこととちょっと違うあるいは思いがけなかったことをふっと思いつくこんな可能性もあったんだこういうことやってみようかと思った時に人間で希望って湧くと思うんですで多分それを 可能にするのは先ほどのウィークタイズではありません。けれどもネットワークなんです。それがネットワークでもたらされる。何かこう今までの自分の狭いところに閉じ込められていたものをどっか開いてくれるもの。これが希望に繋がるんだっていうのは？非常に直感的ではあります。けれども、私はそれに賭けたいなと思っております。ですから。ネットワーク時代にデモクラシーはとってネットワークは大切になればなるほど。難しくはなりますが。 最終的にはネットワークのもたらす可能性の方がデモクラシーも豊かにしてくれるし我々も豊かにしてくれるだからネットワークなしには希望もないっていうのが、えー、私のお話のとりあえずの結論になりますどうもありがとうございました。